中古車販売大手ビッグモーターをめぐる問題です六本木ヒルズにあった本社を移転するとしているビッグモーター17日動きがありました今ビッグモーターで何が起きているのかある店舗の現役社員がバン者に語ったのは営業中にキャッチボールやゴルフの練習をする社員がいるというほど客が訪れていないという実態でした ビッグモーターの本社が入る東京・六本木ヒルズで17日動きがあったビルから出てきた大きなトラックフロントガラスの入港許可証にはビッグモーターと書かれている15日六本木ヒルズから本社本店を移転すると発表したビッグモータートラックが向かった先は 神奈川横浜市のビッグモーター東神奈川店だそして17日の午後4時頃汽車テーブルでしょうか結構大きいものが運ばれていきますトラックの中すごい椅子だずらりと並んでます今後はこの東神奈川店と東京多摩市の多摩店を本社とするという 家賃の高い六本木ヒルズを離れ、賃料の負担を減らすためと見られるこの移転。一方、移転を発表した当日に社員に送られたというメールでは、こうも説明していた。社員の皆さんの顔もお客様の顔も見えにくい六本木ヒルズから、常に社員の皆さんやお客様に近い場所に移転すべきと判断しました。 保険金の不正請求問題が発覚してからおよそ2ヶ月存続をかけてもがくビッグモーターしかし逆風は収まらない15日移転直前の本社では店舗周辺の街路樹が枯れるなどしている問題で警視庁と神奈川県警が器物損壊の疑いで家宅捜索に入った移転の動きをつかみ証拠隠滅の恐れもあるとして捜索に踏み切ったという 日報や会議録などを押収し、本社から店舗への指示があったか、調べる方針だ。では、現場の今の状況は、バン者は16日、現役の社員に話を聞いた。今月8日、泉社長からあるメールが送られてきたという。そこには、泉社長からのメール、皆さんのご尽力により9月に入り買い取り、販売台数が上向き始めています。 綴られていたのは「上向き始めている」という言葉これに社員は「現役社員何をして上向きになったのか自分たちは不思議でしょうがなくて記者上向きだと思えない」「現役社員思えないですね」そして証言したのは勤務する店舗の厳しい現実だ現役社員販売の方は全くですね」 1>, 1週間で5から6台売れてたのが、今は2週間で2から3台売れればいい方。それくらいのレベルになっているので、格段に減っています。客足が遠のいたことで暇を持て余す社員もいるという。 現役社員、裏で営業同士でキャッチボールしてる人もいれば、お客さん来なくて暇だし、何もすることないから遊んでる人、自分の車洗車する人、中にはゴルフクラブ持ってきてゴルフの練習している人も。経営を取り巻く環境が悪化するビッグモーター、バンキ記者が向かったのは、福島・いわき市。記者、何も書いてない看板が立っていますね、真っ白な看板、その下は。 汽車ビニールのようなもので覆われて見えない状態になっています実はここビッグモーターが新たに出店予定だった場所だ取材をした16日がオープン日だったが最近になって白紙に他にも1店舗が出店取りやめになったという果たして会社存続なるか 本社移転に次いでビッグモーターが検討しているという生き残り策が資産の売却だ対象となっているのは不動産や保有する中古車販売大手ガリバーの運営会社の株式さらに実質的な身売りも含め検討しているという現在ビッグモーターのすべての株は金重前社長の資産管理会社が保有したまま身売りするには これを手放す必要がある。金重前社長の考えは「バンキシャ」は自宅を訪ねたインターホンを鳴らすも応答はなかった実質的な「身売り」も検討しているというビッグモーター関係者からは既にこんな声も上がっている関係者今後は「身売り」しかないんじゃない 今の状態では自力で復活は無理でしょう現役社員は自らの今後について転職サイトにいくつか登録してほぼ自分の知っている人間はみんな転職サイト登録してると思うと話す記者周りの社員の方現役社員そうですねしかし転職活動をしていても不安は募るばかり現役社員面接を何度か受けさせてもらった 前職をビッグモータータとと書くとつつかれるんですよね。ビッグモーターにいたのって言われてビッグモーターにいますって報道あったもんね自分も何か不正やったんじゃないのと言われたこともある今後どうなっていくか不安です以下はネチズンのコメントをまとめたものです 創業一族の株主支配と現経営陣の相対陣なくして会社の再生はありえないだろう身売りという形をとるかどうかはわからないが実質的には別会社にならなければあまりにもイメージが悪すぎる消費者だけでなく銀行も損保も表立って支援や協力はできないだろう早めに見切りをつけなければ傷が深くなる一方になる 上層部だけの不祥事ではなく組織ぐるみで客目線で悪いことしてるからそこで働いてる全ての人が信用できない状態もはやビッグモーターに長期間働いていたことなんて前科に近いものがありキャリアとしては足かせ以外の何者でもないし転職もうまくいかなくて当然一方不正に加担せず早々に辞められた方には功がある人生を送ってもらいたい 結局今ビッグモーターから車を買っても購入後のサービスを受けたい時に会社がないかもしれない車検や補償等のサービスを受けたいって思ったらビッグモーターで買うのは得策ではないかももともと関東進出した時は多摩店が中古車の拠点でした元に戻るだけですその後にヒルズ移転しましたね 創業者が砂利駐車場の展示前で商売していた創業者のステータスで都内一等地に本社を構えるのは成金主義です中古車業界のイメージを変えたいとの名目理由です同じような都心に本部がある黄色い看板も同じです取締役が不正をして会社の売り上げが落ちたとかなら社員が転職がうまくいかないと嘆くことに同情の余地はあるが 器物損壊だったり不適切な売買や保険契約が報道されている中で社員イコール被害者の構図は成り立たないと思う真の被害者は車両の修理をお願いした人や売買トラブルに巻き込まれた人であると自覚してほしい本社が残るなら現場はどうなってもいいという会見をした経営陣の保身がかえって会社を潰す すべての不祥事は現場が勝手にやったことだとして本社経営陣とりわけ息子の副社長を守ったのは取り返しがつかない融資やネットの中古車ポータルなどが途絶えたら縮小均衡まで在庫車をオークションに売り店を切り売りするしかないがすべてを現場の責任にしたら店は切り売りできない車好きの若者が減る中で営業マンや とりわけ整備士の不足は大きな問題だから各社出店の足かせになっており店と人と顧客データのセットならいくらでも事業譲渡できるのが今の自動車業界山一証券みたいに「社員は悪くありません悪いのは経営陣です」と言っていたら「店人顧客の買い手はついただろうけど勝手に違法行為をやる社員がいる店にしてしまえば買う会社はないから」 解雇手当や施設の現状復帰費用もかけて畳むしかない。